アーティレリーは、デンマーク出身のスラッシュメタルバインド。デンマーク産スラッシュの先駆者であり、母国を代表する子産のヘビメタルグループとして知られる。創設者、クリステ・ニールセン2008年1982年、シュトコペンハーゲン郊外のホイートストロップ氏、トストルプにて、ヨルゲン・ザンダウ、クリステ・ニールセンを中心に結成。そこにミカエル・モルテンのスタッー兄弟らが加入し、 陣容が固まる。1985年、フレミング・ロンスドルフが加入し、デビューアルバム、フィアーオブ・トゥモローをリリース。1987年、セカンドアルバム、テラースクワットをリリースするが、翌年に、ヨルゲンザンダウが脱退。モルテンがギタリストに転向し、ピーター・トールスルンドが加入する。1990年に発表した、サードアルバム、 バイ・インヘリタンスが好評を得たものの、メンバー間の方向性の相違が浮き彫りになっていき、バンドは翌年に解散する。1998年、未発表テイクを編集したコンピレーション、デッドリー・レイリクスをリリース。これを契機に再結成を果たし、翌年にフォースアルバム、BA-CK を発表する。しかし2000年で再び活動停止。 ソーレン・アダムセン2008年2007年、ボックスセット、スルーザ・イヤーズをリリース。これでまた再結成の機運が高まり、フレミング・ロンスドルフ以外のメンバーが再集結。新メンバーソーレン・アダムセンが参加して、バンドは再始動を果たす。2009年、10年ぶりのフィフスアルバム、ウェンデス・カムズを発表。2011年には、シックスアルバム、マイ・ブラッドをリリースする。 2012年、創設者のクリステ・ニールセンが脱退し、ボーカリストもミカエル・バストホルムダールに交代する。翌年にセブンスアルバム、レギオンズをリリース。2016年、エースアルバム、ペナルティ・バイ・パーセプションを発表。2018年、ナインスアルバム、ザ・フェイス・オブ・フィアを発表。2019年、創設以来のメンバーモルテン・スタッツァーが死去。 公認に、クレーンマイヤーが加入する。2021年、モルテン・ナキアと最初のアルバム、テンス・ X を発表。モルテン・スタッツァー2015年隣国の、ジャーマンスラッシュよりも、米国産フランシスコさん、ベイリアスラッシュのスタイルに、近く、スタッツァー兄弟による、ツインギターの重厚なサウンドが特徴。サードアルバム、バイ・インヘリタンスで、 独特な音楽性を内包したスラッシュ、パワーメタルを展開し、徐々に洗練されていった。歴代のボーカリストはすべてメロディアスに歌えるタイプを要している。2021年5月時点サポートのみも含むスタジオアルバムコンピレーション。ありがとうございます。